これうまっ。トウモロコシを使って絶品のペペロンチーノを作っていきたいと思います。まずはトウモロコシを焦げ目がつくまでオーブンで焼いて小そぎ落とします。ほたら、おにんにくと鷹のすすめを弱火でじっくり炒めて茹で汁を加えます。少し固めのパスタを投入してコーンと塩、そして風味付けの醤油 and バターを投入して粉チーズを入れて混ぜ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 、パスタをシャンティーに高く持って仕上げに粉チーズをフリフリしたら、はい、できました。いただきます。うまっ。旬のペペロンチーノってやっぱうまいね。やっぱり旬の人を選ぶべきだよね、なんでも。